いいよいいよいいよ。ボートキャノンもかなり頑張ってたね今ね。まあ、強いってことは知ってるからな。で、なんとかしてモンスターバスターと対空ロケットもう一個あげたい。硬い壁、右か左か迷うな。硬いんだな、もうな、これな、この辺な。ちょっとでも行くと柔らかいの出てくる。リフトか。ちょっと上の方を掘りつつ戻りつつリフトを。こっち側ないのか。なんだっけ、あ、荷物見えるやつか。これも優秀よ。うわー、これも最高。で、一回リフトを強化したい。もっと下の方にも落ちちゃってたよね。帰ろう。やめとこう。水だけ持ってこうと思ったんだけどやめとこう。どうかな。14の5の6、麻痺3回目。あ、戦闘もあったな。上げてないや。飛び道具つくやつそんな出てこないね。リフト。オーブ1個追加。スピードアップ。いやー、ちょっと高えな。モンスターバスター。誘導ロケ26、20、戦力が揃い始めた。でも油断しちゃいけないからな。誘導ロケットレベル2とモンスターバスター取るべきだろうよ。この辺の下に落ちなかったっけ。鉄落ちねえか。水が散乱してる。いや、この2マス見えんのも相当よね。これまたあれか。リフトが。これで開くね。硬いな。さすがにも硬いな、ここまで来ると。誘導ロケット先に上げた方がいいかな、この感じだと。お、いいね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 。まあ、すぐ戻れるしね、これで。俺の速度遅っ。
速度アップとかも1段階しか取ってない。いや、リフト良かったなマジで。この黒さ多分ね、そろそろね、異物出てくるはず。怖い、帰ろう。水あったら。水は持ってきたい。25。26だっけ？ダブル。26だ、1個足んね。いいね、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 いいね。いいよ。異物探すぞ。モンスターバスターとダブルロケットが合わせて 46? たまりそうだね、46。そうしたらもう、あと掘りはきついな。よし、もうちょっと柔らかいとこ掘りつつ、ドリルに回せる鉄がたまるドーマーと。あとあれか、麻痺毒、別に毒じゃないと思うんだけど、麻痺3回目あった方がいいな。いいね、2マス見えるのもマジ強いな。ウェーブ間隔もだんだん長くなってくるからな、楽になってくって感じがするよね、ちょっと。おっと？いいね、いいね。いや、もうこれドリル回してもいいね、おそらく。まあ、届いたらだけど。オーブがちょっと遅いよな。でもあの、パワーアップにさ、水3個とか結構重くない？やばいかも。やばいかもしんない。なんかちゃんとさ、リフトのスピードアップも計算に入れた上で警報を鳴らしてる気がするんだよな。こんな感じで間に合ってないもんね。何の音？ドリルじゃなくてミサイル先取る。いいぞ。なんか取る。20の7のドリル取っちまうか。あと、あ、モンスターバスターか。さらに2個上がるんだ。これ取っとかないとやばくなってくのかな。取っとこう、じゃあ。鉄ゼロ。てか真ん中あたりの水が全然届いてないね。もう少し、鉄をリフトに乗せたら、俺が一回、往復した方がいいかもね。全然遅いわ。まだあったよね。一個か。いや、ここもう、そこだよね。
右は行くこともないけど、なんかグレーだし。あ、あるわ。まあ、でも、近いからな。いただきましょう。これ以上はドリル取ってからじゃないと。モンスターバスター1個取ったからな。次ドリル取ろう。さすがに。よし、ちょっとこれ往復しよう。5個？真ん中あたりの水がまだね、運べてない。水が残ってる。ドリルいける？いける。よし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 、まだか。下もうちょっと掘ったらまた荷物持って帰ろう。てか荷物持って帰るぐらいでちょうどいいのか、これも。あー、危ない。ちょ意味ねー。俺速度上げてないね、そういえば。一回しか上げてないんじゃない、速度。477ないか。急に英語。インテンスオーバーチャージ。オーブのスピード。5-3。いや、水使いすぎでしょ。まあでもちょっとあまり初めて来たけどね、やっと。急速リロードかモンスターバスター。当然モンスターバスター行くべきだろうな、これ。速度。取れね。よし。いや、油断するとね、多分普通にやられるので、油断してはいけない。なのでできたらモンスターバスターの最強まで上げたい。俺ドリルは取ったんだっけ、まあ、異物探しつつだな。また変なとこにあると困っちまうからな。鉄。この暗さだもんね。そろそろだと思うんで、線を見つけましょう。20ウェーブか。重量20とか書いたけど、20になるとやばいとかあんのかな。時間制限とかかな。なんかあの説明欄あったけどさ。アップだ。すんごいいっぱい出てきた。夢いっぱいなんだけど。水ね、水水。もうでも、帰った方がいい気がすんな。帰ろう。だよね。
捨ててきます。安全を取る。まあ資源あるし体力回復もできるので、あれか、麻痺3個目取っちゃおう。取ったんだっけ？取ってないよね。15の1。3回使える。いいぞいいぞ。とりあえずさっきの大量の鉄を一回リフトに乗せよう。そしたらもう異物探そう。速度上げてもよかったな。フラグ立てたくないからあまり言いたくないけど、いけそう感は結構ある。いけそう感結構あるんだけど、多分でもワンミスで終了する難易度だと思うので、急にね敵が大量に出てくるとか、まあ、現時点で結構出てるか。あれをな、水が見つかるかどうか。異物いきます。いやこの辺だと思うんだよね。これより深いところにはない気がするんで、左右ちょっと見よう。ついでに水。いやーこういう深いとこ行くの怖えな。これスピード上げよう。やっぱ怖いわ。よし帰ろう。火力足りてるっぽいんで、モンスターバスターをちょっと後回しにして速度を。怖え。2段階ぐらい一気に取っちゃおう。4の特技しか取ってないんじゃない？ 8 と12がまだ残ってんじゃない？ 20 あれば2段階上がる気がする。やばい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 。ただ麻痺4回使えるから。これまずい、これまずい。危ねえ。旋回速度アップとかあんの？ないか。旋回がやっぱちょっと遅いよね。モンスターバスター欲しいぐらいの喫茶だったね、今ね。なんだかんだで。遅延効果一切上げてねえな。オートキャノンはまあいいでしょう。スピードアップあったらいいのかな。まあ、でもちょっと、鉄、モンスターバスターを。取りましょう。戦闘いいでしょう。リフト、いや異物探しつつだ。いや少ない養分で鉄を生み出してるね。なわけで鍵を見つけるぞ。いいね、速度が相当速くなった。鉄あったんだよな。あの鉄を持ってくの大変だからな。4つかなら持ってくわ。貫通すか。
や、こんな深いかな、異物。リフトどこ？リフトはまだかな？リフトはまだまだ左？これやばいね。ちょっと待って。リフト。あ、来た来た来た。上上上上上上上。いいぞ。よし、モンスターバスター取るぞ。そしたらドリル？ガジェット。今ガジェット何？いや、行くわ。なんだガジェット。嬉しいのはミサイルランチャーとか、まあ、戦闘系？もうこの後に及んで掘る系はいらないので、あ、でも撃った時にスタンするやつはさっきみたいに寄られた時に強いのか。ハマるんかい。さあ、資源変換いらんな。選び直す。梱包、今梱包？爆風弾いる？爆風弾も強化しないと意味ないからね。取って即使えるのって梱包じゃない？梱包にしよう。梱包したやつをさ、運んでくれんのかな？ 17 ある。いや、モンスターバスター、狙おう。やべ、危ない。梱包ね、梱包あるから8個が2個になる。最低でも8個が2個になるっていうのはまあ即戦力にはなるね。ただあれか、ちっちゃくしちゃうと開けらんないっていうね、あのパワーアップがね。あんま意味ねえな。こういう急ぎでなんか行動してるときにはあんまり梱包は結局使わんか。まあ、遠く離れたところにあるやつを持ってくるときには有効か。いや、これ多分おまけのとこじゃない、もう。こんな、これもう最下層な気がするので。あ、でも下なんかあるな。いや、ちょっと探そう、異物探そう。モンスターバスターが30個足りそう。え、こんなとこかな。いや、この辺だと思うんだよね、異物あんの。取るか。買って、いや、これは帰ろう。モンスターバスターとドリルだな次。暗さで慣れたかったんだけどな、まだわからないね。
異物の階層がどこにあるのか。モンスターバスター取った。これで一応最強。ケラン、これ2発撃ってる？よくわかんないね。より強力なロケット、威力が上がってたのかな。さあ、異物探すよ。戦力最強、まあ戦闘を上げてもいいんだけど、まあ基本戦力最強になったんで、あとはガチで異物やられる前に異物が望ましいと思うんだよな。でもどこにあんの？硬い壁だしな。まあ戻って取れるようだったらドリル取って頑張ろうみたいな感じよね。いや、これおまけの量じゃねえな。まだ下にあるのか。グレー出てきたな。この辺か？異物。異物？これもうおまけのあれじゃない？最下層おまけの鉄鉱脈じゃない？ここまで来ねえと思うんだよな、多分。まあ、掘ってるんですけど今。ダメだな、やっぱ鉄見かけると掘っちゃうな。キーパーの差がですな。帰ろう。ドリル取ろう。この量はやっぱ怪しいよな。異物の下にあるおまけエリアだと思う。帰ります。で、鉄じゃなくて、あ、まとめての落としちゃった。ドリル取ろうね。つかオーブのスピードアップとか取ってもいいな、これもう。ドリル22取る。オーブの、あ、オーブのスピードアップ取ってもいいな。それにしよう。鉄がなくなった。左任したよ、オートキャノンよ。いいよ。いいね、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 いいね。ドリル取った。これでちょっとオーブやろ。スピードが5の3。多少早く鉄がたま、おお、早くなったね。あと俺が戻る速度も上がったのか。上げたよね。うわ、ちょ、わかんねえわ。もともと早いとわかんねえわ。さあ、この辺りで異物を探す。
この辺、いや、こんな深いかな。でも見つかんないとき、マジ見つかんないからな。だめだ、鉄に吸い寄せられちゃう。硬い壁。じゃあ左？硬い壁。左行ってみるしかないか。え、こんな浅くはないよね。実はあったりして。なさそう。さすがに。あ、でも結構暗いぞ、ここでも十分。終わったわ。やばそう。帰ります。あ、あれ取ってないじゃん、パワーアップ。早い、超早い。めっちゃ早いじゃん。14の7。戦闘スピードアップ、継続、投射物、分裂、あとドリルか、オーブ追加。まあいらん気がするけどね。無駄に使ったかもしんない。クラウチングゴリラに麻痺がすげえよく効くね。あれで足止めて狙い撃ちっていうのがすごくいい。足速いと狙えないんだよね、あれね。迫撃砲ね。じゃあちょっと左行くよ。一応ね、一応。いや、この辺、いやいやいや、一応取るよ。うん。ドリルはね、まだいくらでも上げられるから。いや、取る、取る。ちょっと待って。さ、出ないときは散々出ないくせに、出るときはすごい出る。硬い壁か。ん、なんかこの辺。あ、終わった、あった、あった、あった。見つけたぜ。左下に伸びてるんだけど、硬い壁じゃんそれ。左下どうや、まあまあいけるんですけどね、いけるんですけどね。そう、ドリル前提これ。本体あった。いやー、一回帰るか。やっぱそんなに深くなかったな。これぐらいね、キーパーの周りにあのあれが、ライトの、そう、ライトがだんだん縮まってくるのか。その直径で覚えるといいかもね。そんな覚え方すんのか。さあ、ドリルいける。で、
モテる量、モテる量、まあ、いらんでしょう。自立型。冷却、いらん。冷却に水なんだもんな、ずっとな。高速分裂。地上分裂。投射物分裂。あ、しまった。なんとかトラップの方が良かったのか。弾を消してくれる方が良かったから。これダメージ与える方取っちゃったね。地上分裂。高速分裂。まあ、どっちか取ろうか。鉄。鉄。なんかすごいの来た。どうした。濃厚。いよいよ。じゃあこのターンで異物いけそうじゃない。鍵あと3つあるけど、ドリルまた取ったし、いけそうな気がする。鉄も多分足りてるだろうから、戦闘が上げられそう。無理やり、もう取らない。カクッと曲がってる。ん？上、浮いた、これか。二つ目。やわらけ。左に、まあ行きますけどね、無理やり。うわぁ、すごいな。これドリルなかったらさ、回り込まないといけないわけでしょ？あと一個。下だ。あった。完了。さあ、じゃあ戦いますか。始まった時どうしてくれようと思ったけどな。初期ブースト結構重要っぽいよね。今回多分さ、4個4個が始まって即見つかったんじゃなかったっけ。あと水がなかったじゃん、なんかやられた時は。あの辺の本当に1個2個水があるかないかだけで随分違うというか。いけるぜ。投射物、高速分裂、あとは体力上限上げとこうか。これね。さあ来いや。もうない。いよいよ完勝じゃねえか。なんとかクリアって感じだけど、あの序盤のきつさを乗り越えると一気に楽になるタイミングってのが来るね。これね、戦力が足りた時か。